改めて武田和弘です。よろしくお願いします。はい。いはい、まず簡単に僕の略歴をどんな人間なのかというのを簡単や、にもう説明ポしたいケなとモ思ンカードがいまもうす。パッて入ってきちゃって、いや、いいですね。そこメインつく人好第きで2す。位。北海道で2位すごいな。そうなんですよね。まあ、この後ちょっと話しますけど、こんな写はい。真もあってですね。ポケモン好きだった人間です。まあ、今27歳ってことだったなんですけど、まあ、これが15年前の写真、もっとか、16年前の写真ですね。サトシの帽子とか、今わかる人いるかわかりませんけど、当時のサトシ帽をかぶっ初代て、の、武はい。田少年はポケモンカードに明け暮れる、そんな子供でした。いいな。僕の、自己紹介のためにこの写真を用意したのは、結構起業した原点がここにあるなと思ったからです。おう。この写真何かっていうとですね、実はその暗い過去がこの裏側にありまして、こう。小学校5年生ぐらいですね。で、僕は転校生、結構親が転勤族で、2、3回小中で転校してるんですけど、小5で転校したんですよ。で、そうするともう小学校の5年間出来上がってるコミュニティにぶち込まれたわけですよ。で、そうするとですね、友達ができないと。で、かつポケモンが好きな友達がいなかったんですよね、新しい小学校には。で、それ何を思ったか僕はですね、当時北海道に住んでいて、そこから神奈川に引っ越したんですけど、夏に北海道に帰って、一人で。で、ポケモンカード大会に出るっていう。で、その結果、準優勝するっていう。東京から北海道大会を荒らしに来た男っていう、そんな感じの瞬間なんですけど、まあ、要は友達がいなくて、でもここに行ったらすごい笑顔なんですよね。今でもこの写真見ても、すごいいい笑顔してるなと思うんですけど。で、ポケモンを通じて友達ができたんですよね。ここに行けば必ず目の前に人が現れてくれて、バトルができて、で、ポケモン交換しようって言ったら交換してくれて、で、なんか強かったんでちょっとチヤホヤしてもらって、なんかこんな自分が活躍できる居場所ってすごい大事だなとか、僕もなんかこのおじさんみたいになりたいと思ってたんですけど、このおじさんみたいに子供を笑顔にする仕事がしたいって思ったのが、結構実はこれが原点だったり、起業まあとでかも全これくが初めの一歩だったわけですよね、ある意味。まあ、ある意味僕としてはそうだったと思いますね。あそんな話もしつつ、あ。まあ、ちょっはとい。ポケモンオタクな人間像を見てもらいながら、ちょっはとだけさらに起業した結果であったり、僕の自己紹介を10分ぐらいの枠であるんですけど、まあ、途中止めてください。僕のその瞬間からの問いはずっとこれです。なんかどうすれば笑顔で響き事ができるんだろうって。なんか、友達いないとか言ってる重い感じはしますけど、まあ、結構うつうつとした小学校、高学年、中学校1、2年生は僕の中では思っていて、笑顔になれなかったんですよね。なんかそれがすごい辛かったって思い出があって、そんな中でなんか周りもそう見てみると笑顔じゃないとか、まあ、なんか辛い顔して大人がいっぱいいるとか、まあ、そんなところからずっとなんかこうどうすれば笑顔で生きられるんだろうっていうのは僕のマイテーマでした。で、そんな中学校っていう環境で僕が感じたのはこの言葉なんですけど、勉強ができるやつは勝ち組っていう。これ、高校生皆さんどうですかね。今だいぶそうじゃない社会になってきていいなと思うんですけど、僕の時は結構この感覚すごい強くて、もう小中高ある意味全部、勉強ができるやつはいい先生にチヤホヤされるし、褒められますよね。でもなんか勉強ができないやつは、なんか人生真っ暗じゃないですけど、それ特に進学校の高校なんて入ると、本当にそういう、なんか、それこそいい大学行かないと、お前ダメなやつだと言われてしまう。なんかその環境がすごい気持ち悪かったっていうのが、僕の中にはあります。で、ヒエラルキーみたいなものがあって、特に勉強だけじゃないですね。あとは運動とかユーモアとかイケメンとか。これが僕にとっては真逆で、僕は運動ができなくて、水泳やれば溺れてるっていつも笑われてましたし、そうなんだ。まあ、慶応大学行ってるから勉強できるって言えば、なんかできないって言うとちょっと逆に怒る人はいるかもしれませんけど、いわゆる進学校に行けば真ん中ぐらいというか、絶対一番にはなれない。中学校もなかなか頭がいいやついっぱいいたんで、一番には全くなったことはなくて、まあ、ある意味勉強もそこそこ。で、ユーまあ、モそのア、場所ではね、少なくとその場も。ではですね、で、ユーモアがあるとか、今でこそなんかちょっと冗談交じりに話せますけど、冗談が本当大嫌いで、なんか堅物っていう感じの人間で、イケメンとかも人によっては語弊あるかもしれませんけど、ずっとキモいキモい言われて育ってきたので、小中は。割となんかこう、自分とはこの真逆の世界に憧れつつも、でもなんかこう、僕はやっぱそこになれなかったので、なんか変に目立たないようにひっそりと高校時代は暮らしてました。一番中高の悩みは、いかに昼ごはん孤独を紛らわすかというか、友達いないわけじゃなかったんですけど、同じクラスにあんまりいなかったりとか、ご飯一緒に食べようっていうのは本当に苦手で、それをどう克服するかってことを、なんかずっと悩んでいた中高でした。で、その原因は一つは大きかったのは、なんかやっぱ、こう、
あんまりどうなりたいかとはなかったんですよね、当時の中高生の僕は。で、かつなんか勉強しなきゃいけないって思ってたから、いい大学に行くことしか考えてなかったので、うん、でもなんかそこに気持ちよさをずっと感じていて、そんな時に高校時代、たまたま行ったイベントですごいいい出会いをした。これがなんか一番のターニングポイントだと思っていて、でこれも多分最初の一歩です。で、一番ポイントは生徒会やってたんですけど、部活入らなかったので、先生からお前ちょっと暇ならやってこいよという感じで生徒会に入れてもらって、で、夏休みとかに、それこそ、まあ暇なんだろうと、部活やってないんだから、じゃあここ行ってこいよっていうので、連れて帰ったイベント、うん。本当にポケモンやりたくてしょうがなかったんですけど、当時。エメラルドを強くしたかったので、それを我慢して行かされたっていう思い出なんですけど。全然渋々で行った。渋々で結構行った。でもちょっと心の中では、ちょっと行きたいという気持ちもでもあったのは事実ですね。さすがに反強制ではあったけど、強制ではなかった。で、これがその神奈川なんですけど、この議会に高校生が集まって、神奈川県の未来について考えるっていう、こんなイベントでした。でそこまでの僕って本当ポケモンのことしか興味なくて、で高校の友達はポケモン全く興味なくて、全然ポケモンのこと語れる友達がいなかった。どちらかっていうと AKB とかなんかこうアニメとオタク的なアニメとか、でもそこに興味がなくて、でも政治はちょっと興味あったんですよね。なんとなくテレビとか親とかも結構話すからかもしれませんけど、はいはい、でその話を初めてできる仲間がいたっていうのが一個と、あとはこうここに集まるのっていろんな高校生がいたので、自分よりも学歴が低い人たちがたくさんいたんですよね。お でも当時の僕は学歴が低いから、いや俺よりもきっと議論できないだろうとか、いや俺よりもダメなやつなんだろうっていうマインドセットだったので、うん、正直舐めてたと。そしたら なんとですね、まあ、実行委員形式だったんですけど、委員長は僕じゃない人がなって、しかも全然学歴が低い人ですね。その人はなんか社長の友達がたくさんいて、俺起業するんだっつってんですよね。だそれを見た瞬間に、あ、何だったんだろう、なんか勉強ってってすごい思って。なんかどっちかというと、そう、僕なんか全然頭でっかちで、全然大人と話せなかったし、それこそお弁当食べようって言えない人間なので、全然話しかけられないし、なんかでも僕がなりたい人間像ってこっちだなと、なんかああいう社長と友達いるんだとか、まあ、なんかすごいいい人だったんですよね、学歴が低いとはいえ。でそこがなんかすごい僕の中でガラッと変わった瞬間で、本当は僕こっち行きたかったって。で当時僕は多分変だったんですよね。周りから見てポケモン言ってるし、でもその変であることを認められなかったんですよ。自分は普通だと思ってて、普通でいたいと思ってて、でなんかこんな経験がすごい今とちょっとこの言葉は後からつけた言葉ではありますけど、なんかこう自分をやっぱり評価する、自分の評価軸、なんかそれがあるとすごい生き方って楽になるんだなと思うし、なんかこれこそ笑顔になるためのことなんだなっていうことを僕は当時気づきました。なんかポケモンが好きでも周りはそうじゃないだからダメじゃなくて、自分は好きなんだとか、自分はなんかこういう勉強よりもある意味話すことを得意にしたいとか、なんか自分の中でなりたい自分とその評価軸、それが大事だなって、でそれをなんか思って学校に帰ってみると、なんか僕のようにすごい肩身が狭い感覚してる人たちたくさんいるんだなっていうのを感じていて、もしかしたら未来ラボにいる人たちは近いかもしれない、そうじゃない人もいっぱいいると思いますけど、なんか学校だと居場所がなく感じていたりとか、友達はいるけどなんかこうちょっとぎこちない、でもすごいいい人たちなんですよね、ここにいる人たちも含めて。でなんかその彼らがもっともっとこう自分の評価軸で生きていいし、もっとなんか自分がこうなりたいって言えばいいのにって、なんかそんな見えない当たり前にみんな当てはめてる状況がすごい気持ち悪くて、でこれを高校時代から結構引きずって大学生活を送り、でなんかこれをどうにかしたいな、でもなどうすればいいのか分かんないなってずっとやりながらも、まあ、ある、まあ、きっかけでさらに起業というタイミングがたまたま目の前にチャンスが来て、じゃあもう起業してみるかというのを始めたっていうのが6年前、そこから急に起業ってびっくりな感じだけどね。です、うん、まあ、ちょっと長いと思うのでこの辺のなんかデータ飛ばしながらいきますけど、はいはいはい、あ皆さんもよかったら、聞きながら、質問、あここもっと聞きたいなっていうのはぜひチャットでしてくれると後で拾いに行きます。そうですね、はい、僕もチャット見ながら今やってるのでちゃんと気づくようにします、はい、でここからがまあ起業した話と今何してんのかみたいな話なんですけど、うん、まあ、そんな経験もあって、まあ、それから語り尽くす長い大学生活もあって、なんか一人一人がもっと欲しい未来に向かえたらいいなっていうことをなんかシンプルに思ったんですよね。なんか誰かにこうなれと言われた人生を歩むんじゃなくて、自分がこうしたい、こういう未来が欲しいっていう、なんかそこに向かっていくことこそが笑顔になるための人のことだと思っているし、なんかそこに迎えてほしい、でもなんかそうなってない今ってあるよなと、うん、でその中で僕が今やってることは、
なんかそんなありたい姿、まあ、自分の理想みたいなところに向かっていくきっかけをなんか僕らが届けるという視点もちょっとありつつも、まあ、高校生というかみんなその一人一人が自分でそのきっかけを作っていく、もしくは獲得していく、なんかそういったことができる環境を作っていきたいなということを目指して仕事を始めました。与える視点じゃなくてってことは、なんか こうやって進んでいけよってめちゃくちゃ言ってくるっていうよりは、まあいろいろあるから、あの自分がフィットするのを選びなよって言って、で、まあ、いろいろこう拾っていくうちに、ああ、ちょっとこうなりたいかもってなるようなのが理想だと。まさにまさに、そうですね。そういうことです。自分から始まっていくということを大事にしたいなと思っていて。まあ、具体的にはというところで、まあ、ちょっと多分、なんとなく活動を知りたいという人も多かったので、この辺は少し丁寧に話しますが、はい、例えば学校に僕らは行って、まあ、授業をしたりすることもあります。で、実は昨日オンラインで、まさに横須賀という地域の高校の子たちと一緒に授業をしてきました。それは何かというと、なかなかこう自分の理想ってとはいえ考える気がないですよね。でかつ今日のテーマ、初めの一歩っていうテーマですけど、そもそも初めの一歩を踏み出したいという思いすらも なかなか描き気づきにくい学校とか環境ってあるなと、そうじゃない学校もたくさんありますけども、そういう環境まだまだあるなと、まあ、だからこそ気づくきっかけをまず学校の中である意味反強制的に与えてみる、当時の僕のように反強制的にそれを考える場所を作るという意味で学校の中にいろんな学生を連れて行ったりとか、いろんな自分の人生楽しく生きてる大人と話すってことをやってみたりとか、でそれをもとにじゃあ次これやってみようよっていうのを少し地域側、学校の外でできる環境を作ってあげて、そこを一緒にやってみたりとか、でこの辺までは結構僕が作ったりとか先生が作ったりとかする部分多いですけど、まあ、この後は結構もうそこの子たちがどん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 やっていくことを後押ししていく立場にはいつもなっていて、まあ、学校の中に定期的に行くこともあれば、また彼らがやりたい、例えばこの右下の図は、なんかもっと大人と話したいっていう子たちがいたので、じゃあなんか大人を集めるところは手伝うから、なんかイベント開いてみればっていうので、イベントすることをサポートしてみたりとか、そんな、なんか自分がこうしたい、こんな学びがいたいんだってことを後押しするってことを、最初は地域でやるということを始めました。で、起業したきっかけというところもちょっとだけ話すと、この左上に書いてる、これが三浦学園高校、三浦学園っていう横須賀の高校なんですけども、僕は学生時代からそこにボランティア的にちょっとこう、ワークショップをしたりとかしてたんですよね。それもたまたま地域の NPO と出会って、その人が、その人の教え子をやった人が、たまたま学校の先生やってて、その学校の先生から生徒を2、3人連れてきてもらって、僕らがイベントをするみたいな、いろんな人づてにこう高校生にプログラムを届けるってことをやっていて。で、その1年間続けたときに、なんか本当にこれやるんだったらお金つけられるよ、みたいな。会社があればできるんじゃないみたいな、っていうのと、まあ、地域側からもたまたま助成金取れたから高校生向けのイベントやらないって言われて、もし法人があればできるよ、お金渡せるよって言われて、じゃあ起業しますって言ったってのが大学4年生の、ね、僕のきっかけでした。じゃあその起業って言われるとみんななんかやりたいことがうわってあって、そのこれで金稼ぐんだみたいな感じこそ起業だと思ってるかもしれないけど、なんかやりたいことやってたらなんか、あ、それは会社にした方がいいんかみたいなのが出てきてなっていったと。そういうことまさにまさにそうなんです、うん、だから結構もしかしたら皆さん期待を裏切るところかもしれませんけど、なんかそんなにガツガツ自分で金稼ぎたい起業したいって言ってた人間ではなく、うん、なんか本当手段として、あ、起業って手段が必要なんだなっていうことをこの時に気づきやったっていう、でそれがなんかで広がっていくうちに5年経ったっていうのが今ですね。はい、途中から参加してくれた皆さん、今はですね、まあ、武田さんどういうふうに進んできたかっていうところで、まあ、起業ってそんなになんかガツガツいかなかったんだけど、まあ、結果手段として起業がいいっていうことになったぞというところに入っています。はい。ありがとうございます。で、まあ、そんなことを最初きっかけは、本当にだからきっかけは、なんか地域の中でもっといろんな大人と触れ合う機会があったらいいのになとか、学校の中でもっと理想について考える機会があったらいいのになとか、まあ、そういったあんまビジネスモデルもない、なんかこう、こんなものがあったらいいんじゃないかって思いだけで突っ走ってたんですけど、まあ、その後にやっていく中でちょっと気づいた、新たに出てきた課題意識としては、はい、なんかみんなやる気がないわけじゃないんだなっていうこと。お、それはなんか聞けばみんな、ここにいるメンバーもそうですけど、なんかやる気はあるというか、変わりたかったりとか、チャレンジしたいとか、うん、そういう気持ちはあるんですよね。多分みんなの友達ももしかしたらなんかあいつは何も考えてないって思ってるかもしれないけど、ちゃんと聞いてあげれば絶対何かしら思ってて、で
で、この統計なんかも、まあ、なんかチャレンジしたいと思ってる人は7割ぐらいはいるけども、あのそうチャレンジできてますかって言われると9割はできないっていうなんかこれは結構肌感としてもそうだなと思っていて、まあ、この辺になんか次第に問題意識を持つようになって、でなので言いたかった、なんかこう僕がすごい大事にしてるのは人の数だけ人生があるんだなと、はい、なんか当たりポケモンからもじってるんですけど、ポケモンの数だけ物語があるんですけど、そういうことはどうでもいいんですけど、はいはい、あのまあ、っていうのと同じで、挑戦したいこととか学びたいことも一人一人違うんだなっていうことをなんかすごく感じています。要は学校っていう環境でみんなが学ぶべきことを学ぶ、それはすごい大事だし、そこを否定する気は全くなくて、ただそれだけじゃ多分なかなか幸せになれない、そのを使ってさらに自分が行きたい方向に必要な学びっていうと硬いけど、そのために必要 なんか経験を多分一人一人が違うものをやっていくべきなんだなと、でそれができる環境を作りたいなと思って、最近ではこの私から始まる学びっていう言葉を自分たちで作って、それを高校生に届けるっていうコンセプトのもと、まあ、いろんなことを、まあ、しています。クラウドファンディングも挑戦中ですね。そうなんですよね。今250万集めようと頑張って60万まで集まってますが、はい、果たして集まるのか、してよければ応援ください。よかったら、はい、リンクを後で貼ってもらったりする。 ありがとうございます。後でちょっと貼らせてもらいます。じゃあ、はい、はい、でこれはまあ難しいか、まあいいかな。まず何具体的に何やってんのって話なんですけど、はいはい、まあすごいさっきの学校の仕事ってのもあります。学校からお金をいただいて、それこそ生徒の皆さんからお金をいただいてやってることもあります。あとは地域の NPO とかと一緒に、これは猿島っていう横須賀の無人島があるんですけど、その無人島の PR をしようみたいなことを高校生と一緒に、企業と一緒になんかやって、なんか新聞を書きたいんだっていう夢を持った人だったりとか、もっと地域のことを知りたいっていう人たちと一緒にそれをやるということをやってみたりとか、またはもっと緩やかに学びってそんな硬いものと思ってなくて、本当に日常的なことだと思うんですよね。なんかちょっとした近所のお兄ちゃんと話すのも多分学びで、なんかそういう世代を超えたつながりないなと思ったので、横須賀の空き家をリノベーションして、なんか定期的にこう地域のお兄ちゃんお姉ちゃんとかと会えるような機会を高校生と一緒に作るみたいなことを、流しそうめん やったりとかね、流しタピオカを高校生と企画したりとか。大丈夫な、どう拾うんやっていう感じで。吸うんですよ、吸って流しタピオカ。あ、吸うんだ、面白そう。っていうことを高校生たちがやりたいって言うから、じゃあ買ってくるよっつって大人たちが竹とか持ってきてみたいなことやったりとかね、まあ、でもそれも一つ あの学びや、そのつながりがその子の人生を変えるんだなって思っていたりとか、そこら辺はいいかな。まあ、あとはもう少し起業っていうところに例えば寄せて、起業したいって子も中にはいるので、その起業を体験できるようなあのワークショップを、これは横須賀市と一緒に仕事をしたりとか、あとはなんかこれは台湾がもともとやっていた、いろんな子たちが目的を、自分の目的意識を見つけるためのプログラムっていうのがあって、それを日本に持ち込んで、なんかやりたいことは見つかないんだよねって人たちのためのちょっとした大会を開いたりとか、まだマイプロジェクトって見たことある人もいるかもしれませんけど、まあ、いろんな高校生が学校の中である意味探求っていう時間を通して、自分のやりたいことを、自分のやりたいテーマについて探求していくということを先生が後押しできる環境づくりをしてみたりとか、まあ、あともっともっと起業したい、もっと俺は社会変えるんだって人には、これはあのミルカイの社長さんなんですけど、ミルカイの社長さんとかと一緒にそういう本気で挑戦する高校生を応援するためのコミュニティを作ったり、もういろいろな種類、あのがっつりしたものもあればゆるっとしたものまでやってるということですね。ですです、はい、まあ、いろんな人がいるからこそ、いろんな人が学びたいと思った時にそれがつかめる環境を作るっていうところで、まあ、いろんなことをやってます。で、高校生未来ラボでも後でまた少し話せればと思いますが、まあ、この授業を今日みんなに話したかったもそうだし、チャレグラっていうものをこの裏側に作って、うん、高校生たちがより自分たちで学びを作れるよう なんかそんな仕掛け作りも今挑んでいたりしますと。じゃあまさに、未来ラボに来てくれて興味持ってくれた人が、あ、じゃあ自分もやりたいなっていうところでこのチャレグラに来てほしいなっていう、そういうルートになってますね。そうですね、未来ラボの裏側にあるからこそ価値があるなと思って一緒に仕事させてもらってます、うん、はいはい、一旦僕の自己紹介資料はここまでだった気がします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあですね、まああのこっからもうチャレグラの話もうちょっとあの聞いていこうかなと思うんですけど、じゃあチャレグラの話というふりをしてもらったの で、はい、でもう少し詳しく話せればと思います。どうしようかな、こ
この資料じゃなくて、ちょっといろいろと飛ばした上で、必要であれば戻ってきます。はい。チャレグラって何っていうことなんですけど、次の一歩を踏み出す場と、まさに今日のテーマですけど、次の一歩を踏み出す場っていうふうに、一旦コンセプトを置いたものになっています。はい。で、一番僕がこれで実現したかったことは、何かやりたいと思ったときに、一緒にそれやりたいって言ってくれる仲間と出会えるっていう、なんかそこをすごく実現したいなと思って始めた取り組みです。うん、で、この 1,2,3,4,5 って書いてますが、まあ、世の中いろんなオンラインのイベントはあったりとか、まあ、そういう活動的な高校生たちもいる。で、まあ、学校によってはもしかしたらいろんな探究的な学びって言葉を使われてますけど、まあ、自分でテーマを決めて何かをするってこともやってる人もいるかもしれない。でもなんかそんなことたちにいろいろヒアリングする中で分かったのは、やっぱこうニッチなテーマになったりとか、より本気になればなるほど、そのテーマを一緒にやってくれる人がいないっていうことだなというふうに思いました。まあ、当時僕の政治ってものを、もう学校の中で興味持つ人はいなかったけど、学校出ればたくさんいたように、このオンラインっていう仕組みを使うと、なんか自分しか持ってないかもしれないっていう興味が、もしかしたらいろんな人と共有できる興味かもしれない。なんかそこが出会えて、じゃあ一緒に学ぼう、一緒になんかやってみよう。そんなことができる場を作りたいなと思って、チャレンジグラウンド、まあ、チャレンジができる土壌っていう意味で、その名前を作りました。で、なんかどんなものなのかっていうと、まだ全然作ってる最中、夢を描きながら、頑張って現実は追いついこうとしてるんですけど、はいはい、今やってるのは下のところです。オープンチャットというのが下にはあって、下とかここにはあって、うん、いろんなイベント情報があったりとか、お互いのいろんな学生団体やってる子も入ってるので、自分の学生団体の情報だったりとかが流れてくるような、そういうオープンチャットをまずは作っています、うん。で、その周りに基本別コミュニティって書いてますが、まあ、これからゼミって名前に変えようかなと思ってはいるんですけど、なんかじゃあこんなもので学びたいとか、こんなテーマ学びたいとかっていうのをまず発案して、でそこでこうグループを作ってお互い学び合う、まあ、そんな場が作れたなって思ってます。最近だと宇宙についてやっぱ興味がある子が多くて、なんか宇宙コミュニティというか宇宙ゼミ作りたいですみたいな。で、その人たちと一緒に新しいなんかゲストとかを呼んできて、まあ、一緒に授業を作ってみたらいいな、ここからは妄想ですけど、授業を作れたらいいなと思ってるし、うん、まあ、いろんな人がそこにいるから、10人とかいるからこそ、ゲストも来てくれたりとかするだろうなって、まあ、そんな人が集まるからこそ生まれる学びの場をなんか一緒に作っていくようなことをできたらいいなと。で、上に行くとより活動的な表現になってますけど、まあ、プロジェクトっていうことを表現してるけど、まあ、実際何か社会にこんなことしてみたいとか、まあ、こういう課題解決したいとか、まあ、そういった子向けのサポートのなんか仕組みなんかもこれから作ってきたらなって、そんなことを思っています。なるほど。はい、まあなんか、こう見るとなんかすごそう、なんかやばそうみたいな感じもしますが、まあでもなんか最初そのオープンチャット一番下の、まあ、LINE の、変化版みたいなやつ。そうですね。LINE で普通に使えるやつ。匿名で使える LINE ですね。はいはいはい。まあ安心だし、一旦そこに入って雰囲気がわかるとっていうのが、入り口かなと思います。あ、今、チャレグラについてっていうので、もうちょっと詳しく書いてくれるのかな。はい。ありがとうございます。まあ、これがやっぱり、武田さんがやろうとしている、こう、一歩目ってことですよね。そうですね。未来ラボにおいては。はい。